はい、鎌倉です。ではポータルナイツやっていきたいと思います。で、前回魔法使いでプレイしたんですけど、キャラ作成がうまくできていなかったという感じで、今度は弓使いで改めて始めてみました。というわけでよろしくお願いします。ではやっていきましょう。さて、何をやろうかな。とりあえずそろそろレベル6にもなったことなので、装備の方、まあいきなりではありますが、装備の方をですね、作っていきたいと。持ってるんだっけか。とりあえず綿を、綿だったかな、これですね。これを、そうだね、うん、こう2個3個4個5個6個6個作っていくと。1、2、3、4、5、6、はい、これでつく、あ、失礼、これで作れるようになったので、このスカウトセットを作って、今日は冒険に行きたいと思います。ほう、はい、完成。では早速装備していきましょう。頭帽子でしょ。モヒカン隠れちまったぜ。で、チュニック、手袋、ズボンと。あまりかっこよくない感じがするけど、とりあえずこれで、これで、まあ、増築しようかなと思ったんですけど、作業の途中で止まっちゃってます。だがしかし、装備もできたので、松明集めをやっていきたいと思います。ここだね。砂漠のオアシスに移動する。はい、着きました。あ、まだいないか。ここの夜に出現する炎の敵ですね。あいつが松明を落としてくれるんで、それまでは適当に買ってますか。はい、ではようやく夜になったので、松明を集めて、あ、この野郎、亀の爪、危ね、あれですね、こいつからフォローナイト、えって、こいつから松明を集めていきましょう。で、レベルが上がった。ようやく7レベル。あ、そう、はい、松明、やっぱ作るより集める方が早いかな。結構火の玉小僧嫌がる。亀も来たか。痛い、亀は痛い。いけね、トイレ。こあとはコツコツと。園田がうざいな。まあ経験値だからしょうがない。
いけね。お、汚いぞ。よし。このようにコツコツと松明を。あ、どうも避けるのが下手でしょうがないな。ちょっと松明入れ替えとこうか。上上がれるか。上がれなそうなので削ります。削ります。削っていきます。あれ、余分なところを削っちゃった。よし。わあ、カメキチが2匹もいる。危ね。とりあえず1匹ずつ。痛い。熱い。ですよね。よし。水源一方、あそこにあるね。あそこにありますので、ポータルの方を解除して3番目の島に移動したいと思います。元気ないわけじゃないよ。あそこに1匹いるじゃん。2匹いる。とりあえずあいつを。カメも2匹か。初段かわしたと思ったんだがな。ポッコポコや。結構ポーションがあったからいいか。あ、ちょうど明るくなってきましたね。はい、12本。これでポータルを組み立ててと。昼間になっちゃったので、はい、次の島行きます。ゴー。はい、3番目の島、小鳥の楽園にやってまいりました。おう、オレンジ君。そうそう、ここ石炭があるんですよね。そういえば前世の記憶が。ここで石炭を集めていこうかな。なんだこれ。おお、カメがいた。硬い。てか痛い。ここカメがいるのか。よしよしよし、敵殺してきたんじゃねえんだ。
人がいないな。お？倉庫か。あとへ盗みに来るか。そうそうそう、石炭をね、集めに来たわけですよ。亀普通に歩いてんじゃねえか。亀普通に歩いてるわ。てててて、いい。ちょっといい家じゃねえか。住人がいねえな。またなんか住人がいませんね。ここここ一人いやしね。どういうことだこれは。大概人がいると思うんだけど、歩いてきやがって揺れるつもり。危ねえ。なんで人がいないかな。バグか、バグなのか。そういえばなぜか人がいないもんな。まあいいや、石炭集めていこっと。石炭はいろいろ必要だからね。
はい、ただいまー。あれ、うちこちやないや。あれか。庭にモンスターがいっぱいいたわ。次にレベルも上がったわ。よいしょ。はい、暗いな。外の方が明るいかな、うん、はい、無事にアイテムを手に入れることができましたので、今回はこの辺にしていきたいと思います。よければまた次回の動画で。ここまでのご視聴ありがとうございました。